モーラ。モーラ YouTube チャンネルをご覧の皆様、はじめまして、和島亜美です。直前の気分、いや、まだ不思議な感じです。まだ全然、なんだろう、ちょっとふわふわしてる感じです。デビューが決まってからは、4とか3ヶ月目とかです。ドタバタしてました。そうですね、すごくもう、ドトでした。ドトゥーです。ドトゥーです。ドトゥーとは。ドトゥーは、まあ、ノリです。ドトゥーですよ。でも、聞かれた時はどう思いました？ああ、もう、本当にすごい自分が、ど好みだなっていうのがすごい第一印象だったし、本当になんか、その、一曲の中にメリハリがあるから、そのなんか、感情の起伏っていうか抑揚っていうのかも、なんか歌詞がなくてもきっと伝わるだろうなとも思ったし、歌詞があるからより伝わるなとも思ったし、自問自答の取り調べ室してる人にぜひ聞いてもらいたいなって歌詞にあるんですよ、はい、歌詞がそういう場所あるんですけど、まさにそこ自分もすごい取り調べ室にすごくこもってたので、もう一歩行きたいなって人にちょっと背中を押せる曲になればいいかなって思ってます。続いて、モーラがつなげるアーティストの輪という質問コーナーがあるらしいのですが、今日はナノライプさんからの質問があるようなので、答えてみましょう、はい、そして、はい、僕らから次のアーティストの方への質問も考えたいと思います。はい、はい、なんだろうな、行きましょう。はいはい、じゃじゃん。ライブ前にやるルーティーンはありますか？おめえらやれんのか？はい、はい、ちょっと気合足んねんじゃねえか？はい、頑張ります。そんな感じだっけ？こんなんなかったそんなテンションだっけ？やっていくぞ、はい、やっていくぞ、はい、やっていくぞ、はい、バイバーイ、ファイオー、ファイオー、ファイオーという感じで割とうまくいった方今うまくいったね。だいぶまだしたことないいや、ライブじゃなくてもオーディションの時は歌唱されましたよね。ああ、そういう時にこう緊張をほぐすような、なんだろう、あ、でも前日に気合い入れたい日はパックします。これで良いですか、はい、パックします、パックしますそして私は和島亜美からアーティストの方へ質問させていただきます。あれだ、自分がデビューした時どうでしたかみたいな、どうでしたかっていうかはい、デビューして一番変わったことは何ですか？自分ではないが変わるかなっていうのは、言葉遣いみたいな、業界用語、時間が迫ってるっていうのを、ケツがありますって、ケツちょっと死んでいくみたいなあ、てっぺんとか、てっぺん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 回るな、これ、てっぺん回るな、今日の仕事。あ、え、どういうことだと思う？え、12時正解です。あ、でもそれはシンデレラって言いますね、アイドルの。シンデレラタイムだ、シンデレラタイム、シンデレラタイム、その方言が伝わらないみたいなのが多いかもしれないですね。あ、なるほど北海道の、なんか方言ってあります？お刺さる、お刺さる、お刺さるは本当に、お刺さるはお刺さるなんで、北海なんかどういう意味って聞かれても一口で言えないんですよ。多分全員わかんないんで、多分北海道の人はわかります。当てたいです。あ、じゃあ、どんな時に使いますか、お刺さる？あ、間違えちゃったっていう時。間違えちゃった、お刺さるとか、まあお刺さるっていうより猿ですね、かかさるとか、猿かかさる、させられるってことですか？あ、近い近い、押しちゃったみたいなことですね。そうそう、押ささるはそうです。なんか、押すつもりなかったのに、なんかぶつかったりして、あ、押しちゃったってことを、押ささっちゃったっていう。あー、なるほど、こと全く理解できてない納得した顔しましたよ以上、和島亜美でした。バイバイ